コロナ以前にもグローバル経済が行き詰まってたという問題があると思うんですよね。単に技術突破で経済成長を回復するということではなくて、その個人の生活とか人権とか人間の自由っていうのをですね、どう回復するかっていう、そういう視点で再編される。こう社会の分断っていう、このコロナが起こる以前のですね、社会的なこのありようっていうのが、今回こういう一丸となってですね、強調しなきゃいけないっていうところにも、この分断っていうのがかなり私大きな影響を与えてると思います。国内の状況も格差の問題とかそういうのをある程度解消しないと、まあ、いわゆる国際協調っていうのは難しくなるのかなっていうふうには思っています。トランプ大統領が世界の最も強大な国の大統領なんですが、アメリカファーストというけれども、アメリカの国益を本当に代弁しているかどうか極めて疑わしくって、対する中国はコロナの中でね、本来なら世界の連帯と連携を強化しなきゃいけないのに、香港の支配を強化し、尖閣は自分のもんだという実績作りで、絶えず汚染を出し、南シナ海も我が物だというふうに、非常に自国中心のね、荒っぽい行動に動いてるわけですね。コロナでロシアで一番うまくやったと評価されたのは医療とか食料とかこういうことを現場でやってる市長さんなんですね。今若干このソベアニンブームをまあ冷やそうという、つまり今は後継者を決めないということを決めたっていうのが私の読んでる今ロシア会見の延長論なんです。ただ、これからどういう秩序を作っていくかということになると、アメリカについてはトランプ政権ということを考えると、これは難しいですね。それからバイデンになったとしても、国内の分極化という問題があるので、それほど大きなリーダーシップを発揮できるか、ちょっと怪しいところがあります。で、中国は逆に、今回のコロナ危機では最大のダメージを受けていると思いますね、国際的には。自分のオウンゴールみたいなやり方でですね、どんどん信頼を失っていくわけですよ。第三極を作るということはできないんですけれども、やっぱりミドルクラスの民主主義、自由主義的な民主主義国が、ある種のこう協調レジームというものを強力に作っていくということが鍵になると思いますね。日本は中国に対してね、誠意を持ってね、大いに反省してもらいたい。兄弟国になる夢だけじゃなくてね、世界の道義的なリーダーシップを発揮するということも考えたらどうかというふうに大いに語りかけなきゃいけない。普通は新しい秩序とかですね、なんか危機が起こった後の次考えるときに、価値観とかビジョンとか、そういうものを示してリーダーシップ取っていくっていうのが、まあ、大国がこれまでやってきたことだと思うんですね。今、大国がそういうことをしないので、そういったその価値観とかそういうものっていうことをこう示さないので、やっぱり例えば経済的な実利とかですね、そういうのを求めて、まあ、協調関係築くみたいな、そういうことにまあなっているんだと思うんですね。民主主義というのが長期的には、有効だというふうに、考えています。で、その場合、ただ日本なんかの問題を含めても、一つは専門家との連携というのはうまくできるかどうかというのが一つ非常に大きいですね。それからもう一つは、日本はトップが決めても行政がきちっと動かなかったという問題がありますよね。ですから、この辺はきちっと検証してですね、民主主義の中にどういうシステムを組み込まなければいけないかということをきちっと考えなきゃいけない。今コロナが投げかけてる問題っていうのは、一般の人々がやっぱり政府の役割にすごく期待するようになっているってことだと思いますね。今はもう財政的にもそうですし、だんだん大きな政府を求められるようになっているっていう状況が、やっぱりその期待にもう無限に応えるわけにはいかないので、そのあたりでですね、市民との間の調整ができるかっていうことが、やっぱり今後の政治体制でどういうふうにコロナ対策の先をやっていくのかっていうことにかかっていると思いますね。アメリカの民主主義がね、民主主義モデルだと思っていただいては困る。あれは80年代の新自由主義でね、その公平さとか福祉とかじゃなくて、規制緩和をして減税をやって、解消のあるやつをどんどん走らせようという新自由主義なんですね。民主主義の弱点ですけれども、危機の瞬間に権威主義体制のようにバーンとね、やれるかっていうと、それはできないんですよね。だけれども、しかるべき民主主義国は、危機の非常事態においては国家がの強権を発動することを一時的に認めると。しかし、それで不利益を受けた人に対しては補償をしたりね、必ず民主主義を戻すということが成熟した民主主義なんですね。